ビックは、スペインカタルーニャ州バルセロナ県、オソナ郡に属するムニシピ、ビック平野に位置する。バルセロナの距離は 69km、ジローナの距離は 60km であり、その地理的地から、カタルーニャ中央部の中心都市の一つである。ローマ神殿ビックは、古代には、ローマ人からアウサと呼ばれていた。この名が刻まれた、イベリア人の効果が、 この地で発見された。西郷ト族には、アウソナと呼ばれた。8世紀から9世紀、ビッグは、フランク人とイスラム勢力から切り離された辺境の中にあった。イスラム勢力が侵入した788年に、ビッグは破壊された。後に、かつての1、4だけが再建され、ビクスアウソネンシスと呼ばれた。この名前から、ビッグの名が生まれた。 878年にギフレタモー博が死の実権を掌握すると再植民が行われ死教座の創設のために教区を買いに置くのを諦めた。この後死はバルセロナ博とビッグ死教徒に支配された。1027年のトルジェスでの会議でビッグ死教は最初の神の急戦を設立させ貴族らが私的に戦争しないよう働きかけた。十八世紀 死は、フェリペ5世の中央集権的政策に対抗した、反乱の最初の焦点となった。対立は、スペイン継承戦争を引き起こし、その結果カタルーニャは一国家としての自治を失い、スペインの一地方へと転落した。20世紀初頭、人口は約1万2000人だった。百九十二年、ビッグは、バルセロナオリンピックのローラーホッケー競技会最地と、 なった。ギフレ多毛博士教座は、タラゴナ大士教座に属している。北は、ジローナ県、東は、ジローナとバルセロナ、南部をバルセロナとタラゴナ、西をタラゴナとリエイダが面している。四つのカタルーニャの県の中に、ビッグ士教座はあるが、大部分は、バルセロナ県の中である。キリスト教が導入されたのは、非常に早いというのは、 疑いはなく、アウサの殉教者としてデキウスミカド時代に記録が残された。タラコネンシス星座の最古の記録におけるビッグ主教は非常に早い記録のうちの一つである。しかし、516年までこの名は記載されなかった。516年は初代ビッグ主教であるビッグのシニディウスがタラゴナジローナ地方議会において助力を受け名乗ったものだった。 6世紀の司教、アクイリヌスは、第3回、トレド公会議に出席した。司教、エステバンは、絵柄での、第4回、トレド公会議に出席した。司教、ドミヌスは、第6回、トレド公会議。司教、ゲリクスは、8回、トレド公会議に出席した。ワイズフリデューズは、自分の名代を13回、トレド公会議へ派遣し、15回と16回には、 自身で出席した。サラ先人らの信仰前に、この司教区は、アウソナでの教会の歴史を閉じた。ビッグの再征服は9世紀のフランク・オール・トビヒ一世の時代に始まった。彼は、サルダーニア博、ボレーに対し自治政府を任せ、すべての教会に関する事例は、ナルボンヌ大司教の指示のもとに置かれた。826年。 ビッグは再びイスラム勢力の手に落ち、後にギフレタ多ハクによって再征服された。ギフレは聖母マリアへ捧げた有名なサンタマリアでリポイ、修道院を建てた。この修道院が建てられた正確な年数は不明で、すでに888年には存在していたことが分かっている。そしてビッグ司教として、 ゴドマルスの剣道を行うナルボンヌ大司教の形式を獲得した。司教とカタルーニャ貴族、文下だけは1315年まで死の支配権を争った。ベレンゲー・ガグアルディア司教は自身の権利をアラゴン王ハイメ二世へ割上した。ハイメ二世は文下だけの権利も獲得した。ビッグ司教アットンは学問の偉大な奨励者として記述された。 その中でアウリラノ僧と呼ばれた、後のローマ教皇シルエステル2世は、その学習のために、顕著な存在であった。売り場史経像ビッグのその他の司教の中で最も、輝かしい人物は、バザルーハクの息子でありリポイ修道院の、聖職者であった売り場である。彼は豊富な財力を用いて、リポイ修道院を再建し飾り立てた。 剣道は1032年1月15日に行われた。彼もバルセロナ伯爵夫人エルメシンダの助力を受け、ビッグ大聖堂を再建し、1038年8月31日に、セーペラ、セーパウに建物を捧げた。彼の後任であるグイリエルモーの時代、守護聖人である殉教者ルキアヌスとマルキアヌスの聖遺物が、ビッグで発見され、信者らの間で、 平和の復興のため会議が開催された。ベレンゲーセニオフレーは、修道院総会を改善し、だらしない修道士らを追放し、規則正しい戒律を導入した。ベレンゲーは、自身のため、ナルボンヌ司教によって競われた、タラゴナ大司教の遺言を手に入れた。トレント公会議に出席した、スペインの司教の中で、ビッグ司教、アシスクロモヤ、デ・コントレラスは、 神学者、ペドロメルカドを伴っていた。さらに最近の司教の、ジュセップ・モルガデス・スイジリには特別な注意を払うに値する。彼は、革命主義者によって破壊され略奪されていた、リポイ修道院を修繕し、1893年7月1日に、教会を再建した。彼は、司教座に属する古代からの教会から参会した。 中世美術の多くの貴重品を収集し、ビッグに考古学博物館を建てそこへ収蔵した。次のビッグ司教は、ジュセップ・トーレ・スイバジェスで、文化と学問の異人物である。その他のビッグ司教座出身の人物には、以下の人々がいる。数世紀にわたって最重要産業は、織物業だったが、現在ではほとんど消滅している。今日の経済の柱は、 農業や建設業である。ビッグは、ソーセージや、その他の豚肉加工品で有名である。特に細い燻製ソーセージである笛が知られている。ビッグ平野では、燻製ソーセージや冷肉製品が長い伝統を持つ。サントペレアポストル聖堂さんとペラアポストイ大聖堂は、ビッグ発の大聖堂である。数世紀にわたり、代々の司教たちがこの教会で、 最初のクリスマスミサを祝い、サントペラのミサを第三に祝ってきた。非常に古いサンタマリア教会は1140年にギエン・ボンフィーによって基礎から再建された。それから40年後に司教、ペレラ・トルタによって建造された。1787年、この教会は新たな聖堂のための部屋を作るため廃棄された。10世紀のジョルディ司教は、 リポイの教会を再建し、サンタマリアデマンレザ教会も建道した。元々の聖堂は一つきりの本堂、厚い壁、そしてわずかな窓が特徴であった。これが売り場司教によって建てられた大聖堂がとって変わった。13世紀の司教ラモン・ダングレソラは、聖堂の修繕へ向けて帰信するよう信者へ熱心に、特教書の手紙を書いた。1401年。 司教ディエゴ・デ・エル・ディアは交差牢を加えた。1585年、サント・ジョアンの扉が加えられたが、完全な再建の必要性がすぐ承認され、18世紀終わりへ向かって建物は壊された。新たな大聖堂の布石が1781年9月24日に置かれた。大聖堂が建造されたのは1803年9月15日だった。大聖堂は、 道理屋式とトスカーナ式の組み合わせ、美しい欄干で飾られた白石のファサードといった古典的な設計である。入り口が3箇所あり、3つの本堂、6人の守護聖人の巨大な像と一致する。内装はコリント式である。記念物と祭壇のすべては古い教会が壊された時に破壊された。石膏でできたゴシック様式の交祭壇が現存する。 これは15世紀初めに、ベルナト・デ・プヨイによって与えられたものである。礼拝堂のうちで、アラゴン王ハイ命一世に仕え、バレンシア王国征服に功をあげたサント・ベルナト・カルボのものは、特別な名をあげるのに値する。2階のゴシック様式回廊は、非常に美しい。見た目の良いゴシックの出入り口は保存されている、聖堂三次会会議所へとつながる。 聖堂内部1635年には、ガスパワー G によって神学校が設立された。そして最終的には、教皇ベネディクトゥス14世の命令、1748年にマヌエル・ムニョスによって並行された。現在の神学校は、かつてのイエズス会学院に位置する。この神学校は、多くの有名な人物、ジャウマ・バルメス。 詩人邪神とベルダゲーラを排出した。司教宮殿は1640年の戦争で破壊され身分のある人々によって再建された。これが完全に再建されたのは司教ベアンの代である。ビッグ考古学博物館はこの建物内にある。イエズス会の創設者であるイグナチオ・デ・ロイオラはビッグ司教座にあるマンレザの教会で自身の精神的実践を記した。 彼の形見は教会へ転用されていたサンタコバで性別された。その近くにはイエズス会が建てた壮麗な学院がある。高等教育機関としてビッグ大学がある。1599年に前身となる高等教育機関が設立され、フェリペ二世によって哲学と芸術の学位を授ける特権が与えられた。 1702年に行われたバルセロナでのコルテスでは、フェリペ5世によって、進学とその他高等科学の学位を授ける権限が与えられた。19世紀のスペイン哲学者である、ジャウマ・バルメスは、ビッグ出身であり、彼の遺体は、ビッグ大聖堂の回廊へ埋葬された。彼の最初の100年祭はビッグで、カトリック団体によって祝われた。その他のビッグ出身の著名聖職者、 ありがとうございます。